お邪魔します。ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。いいえ、実は私も今の状況をちょっと楽しいって思ってしまっていまして。はい、だからあなたも楽しいって思ってくれていて嬉しいです。はい、私もゆっくり話ができて嬉しいです。あなたと話をすると落ち着くので。そうですね、あなたにはやはりちゃんと説明をしなくてはいけませんよね。はい、あなたの思っている通りです。両親との話し合いはずっとうまくいっていませんでした。それであの日の朝も言い合いになってしまいまして、両親は生徒会長を降ろされたのはスクールアイドルをやっていたことが原因だと思っているんです。本当はそうじゃなくて私の力が足りなかった、三船さんのやり方が指示されただけなのに。そのことを何度も説明したんですが分かってもらえませんでした。スクールアイドルなんかくだらない、早くやめて塾に通え、習い事をしろって、そればかりなんです。私が本当の私でいられるのはスクールアイドルをしている時だけなのに。何度話し合いをしたらいいんでしょうか。もう疲れちゃいました。でも私はスクールアイドルを諦めたくありません。どうにかして両親を説得しなくては。だからどう話したら論理的な説明ができるか一緒に考えてもらえませんか。え？ええ、そんな風に考えたことありませんでした。そもそも大好きなものの話とかあんまりしたことがありません。アニメや小説や漫画のことだって秘密ですし、お話しした通り厳しい両親ですし、だから私も論理的に説得しなくてはとしか思っていなくて。でもそのやり方で説得できないのなら別の方法でぶつかっていくということが必要なのかもしれませんね。ありがとうございます。あなたと話してハッとしました。私は両親に自分の気持ちを何一つ伝えていなかったんだって。はい、やってみます。そんな、私の方こそこんな時に不謹慎だったかもしれません。